皆様こんにちは、エムズダンスアカデミーの井野由紀です。天野由里香です。今日はチャチャチャのクロースヒップツイストを使った体のアクティブな使い方を紹介します。それではやってみます。2、3、チャチャチャ。悪い例をやってみます。2、3、チャチャチャ。もう一度いい例をやってみます。2、3、チャチャチャ。まず女性から説明します。女性のポイントは2点あります。まず2、3、チャの時に、皆さん90度向いてしまう方が結構多いんですけれども、ここは2、3、チャ180度向きます。はい、で2点目、2、3、チャチャはヒップツイストの時に、足踏みだけしてしまう方が結構多いんですけれども、足踏みではなくてお腹からしっかりツイストします。受けてみます。2、3、チャチャ、ワン。以上の2点を女性は意識してみてください。続きまして男性です。男性のポイントっていうのは、女性がツイストすると結構力が強くて、こっちを固めてやっちゃうかもしれないんですけど、ホールドは固めずに2、3、同じ分量っていうとちょっと分かりにくいんですけど、自分もフルでチャチャチャツイストします。そうすると女性がチャチャチャツイストしやすくなってきます、ということを注意して踊ってみてください。頑張ってください。頑張ってください。